参考このバットにちょっと塗ってもらって、しっかり力んで、しっかり力んで、しっかり力んで、はい、こんばんは。いいバイクっすね。あー、いいバイクでした。乗っけてもいいんですか、僕のこと。あ、もちろんです。ありがとうございます。はい、どうぞ。どこまで連れてってくれるんですか。それはもちろん天国まで。天国まで。あ、いいですか、そんなとこまで。もちろんですよ。楽しみだな。この町には来たばかりですか。そうですね、2日前に来ました。2日前。はい。あ、そうですか。この町はね、夢が叶う町なんですよ。はい、夢が叶うんですか。さあ、望んだ夢が叶う町。じゃあ人と戦いたいんですけど、そういうのもできるんですか。人と戦いたい。いや、嘘です、ごめんなさい。ああ、車買いたいです。あ、車を買いたいですか。わかりました。はい、でも、車を買う前には腹ごしらえっていいでしょ。あ、いいんですか。まずはここ、私のお店紹介しました。ルアさん、この方今からね、まあその車とかバイクとかな、乗り物欲しいらしいんだけど、そのためにまあ精の、はい、精のつく、美味しいもの、出してあげて。いいんですか。もちろんですよ。こんなものをくれて。じゃあ、甘いものよりお食事の方がいいですか。そうですね、ちょっと食事の方が。はい、どうも。いらっしゃーい。すみません、汚いメイド出てきて。いやいや、全然、すごく可愛い。ステーキで。ステーキ、はい、ステーキごちそう入ります。お待たせしました。カウンターごちそう、接客用するガッツカラーだ。ステーキ持ってまいりました。あ、私もステーキ持ってきた、一緒だね。あ、じゃあ、エッチャン渡して。あ、はい、ステーキ何丁でしたっけ。5個でしたっけ、何個でしたっけ。はい、5個で。ステーキ10個。あ、サービス、サービス、サービス。サービスでサービス。いいですか。お金とかは。いや、これ私につけといてください、皆さん。はい。いいんですか。ありがとうございます。つけといてください。じゃあ、オーナーなんでね。はい。アゴナルさん。まあ、オーナーというか、まあ、自治会長ですかね。まあ、簡単に言うと、この辺の。はい、怖いですよね、ちょっと。今、なんて言いました。いや、ごめんなさい、なんでもないです。美味しいな、この店、本当に。美味しいですよね。怖いって言ったんですよ、オーナーの。いや、君のことだろ、それは。どう考えても。めちゃくちゃ怖くはないでしょ。まあ今、この子は生計代を貯めるためにね、まあここで働いてるのもあるんですから。そうなんですね。父親がキングコブラで、母親が人間なんですよ。なるほど。そう、だからハーフなんです、簡単に言うと。あ、ハーフなんですね。で、上の動物園という場所にね、監修されてたらしいんだけど、脱獄できてね、まあここまで来たっていう話なんです。あ、なるほど。僕はちなみにこの名前の通り、地に勝つなんですけど、僕にも出来物がありまして、それを取ってくれる名外科医をちょっと探してまして。おお、いるぞ、今日出勤してる。あ、いるんですか。いるよ。地専門のがいますよ。命だ守る。そうそう、命だ守るっていう。命だ守るさん、地専門のあれなんで。じゃあちょっと、いいんですか。あ、連絡してみようか。そっちの方が先だな。ちょっと。お願いします、ちょっと。わかりました。苦しんでるんで。出ないなぁ。はい、もしもし。マヨネーズ遅いぞ。ワンコールで。遅いって。ワンコールで出てくれないと。いやいや、ちょ、今、私バリバリ仕事中なんで。あのね、君にちょっと直してほしい。大丈夫です、優しいんです。手術してほしい、患者さんがいてな。手術？おぉ、なるほど。で、猫カフェまで来れるか。猫カフェまで、いや、ちょっと今無理だな。今無理？じゃあ何時に予約できる？ほな、まあじゃあ戻り次第連絡するよ。じゃあ戻り次第。おお、すごい。時間決めた方が。じゃあ20時。20時。あ、もちろん。20時。そんな遅いのか。じゃあ30分。20分だろ、それ。20分な。20分無理。20分無理。30分。30分。あ、忙しい。無理だ。30分な。あ、タグイさん、30分でいいっていう話だったから。あ、30分で。そう、あと15分後。はい、わかりました。ちょっと30分ちょっと猫乗せて待ってますね。ええ。黒潮さん、ゲルミさん、武井さんがね、持病を持ってるらしくて。はい。そうなんですよ。そう。持病。その、まあ、病気をどうしても治してもらわないと、もう前に進めないって話だから、今日取ってあげてもらっていいか。はい。取ってあげる。僕の名前、地に勝つと書いて、庄司って呼ぶんですけど、お尻に出来物が出てきてまして、で、この町に来たんですけど、うん、それを取ってくれる名義会をずっと探してたんですけど、そう、それで君と、まあ、命をね、ずっと、まあ、本当に大事にこの町で活動されてきた命の守るさんに今日は来ていただきました。
字の専門医です、ね、す私はでもちょっと肛門科じゃないからな。肛門科じゃなくてもいろんな治療をねされてきたという命中さん、今回は詳しいよ。ギャルミがじゃあ肛門プロフェッショナルみたいだから。あ、そうなんですか。じゃあ、うん、ギャルミさん、一体今回はですね、武井さんの容態っていうのはどれほど深刻なものなんでしょうか。うん、まあ、とりあえず脱いで四つん這いになりな。仕向けて。はい。はい、これでいいですかね。これで。うん、脱ぎな。はい、わかりました。ズボンも脱いでもらって。ズボンも脱いでもらえますか。はい。ここですんのか、ちょっとさすがに衛生的に店の衛生面的に大丈夫か、まずいだろ。いやいや、まあ、まあ、緊急でね、今、取材させていただきますから、はい。ちょっと指突っ込んでみますね。はい、直進します。はい。メディカルバッグ置いとくな。なるか。どういう感じでしょうか。マグマのようななんかデコボコと、まあ、クレーターみたいになってる状態。クレーターまるでお月様の表面のような感じですかね。ちょっとこれ入院が必要かもしれない。入院が必要。本当ですか。うん。俺は命中さん待ってください。手が震えてますが命中さん。いや見たことないな。ここまでひどいのは。ここまでひどいのは見たことないと。やばいですよね。クラス4。え、ピルボックスでも治せない病気？いや、そんなことないはずなんですが。いや、治すは治せるんだけども、ここまでとなると、そんな大きいですか？ちょっと治すには、ちょっと逆立ちしてもらって、町を一周しなきゃ、ちょっと治んない。そんな大道芸人みたいなことを。本当ですか？全裸でね。全裸で。で、ちょっと町の全員に一回見てもらう必要があるかもしれない。本当ですか？いわゆる、まあいわゆるその生き方自体を根本的に変えないといけないという話ですよね、ギャルミさん。なるほど。これもありますし、あとは、まあ、本人のその治癒力っていうものがちょっと足りないので、治癒力、他の人に見てもらうことによって、はい、自己回復力を高めるっていう、ちょっと最近のあの研究結果に、大学のあの研究結果によるとそういうのがありまして。ああ、なるほど。ロスサントス以来のね、その研究結果でもう出てるという話です。そうなんですよ、論文が出て。なるほどですね。方がいいケースかもしれないです、これは。わかる。とりあえずじゃあ入院という形ですかね。いや、まあ入院は必要ないんじゃないかな。とりあえずでも、とりあえず今日、町全員の人にちょっと肛門を広げながら、ちょっと町を逃げ歩いてもらって。わかりました。見てもらった方がいいかもしれない。でもそれってわいせつ物地熱剤で捕まるとかないんですかね。その辺はあの命田さんが、まあ、その辺も守ってくれますよ。守さんなんだよ。守さんだから、そこまでは守れないかな。そこまでは守れない。そこ命田守れない。そこは命田守れない。そこ守れない。守れないですか。守れないだわ。守れないということで、これは非常にね、まあ難航しそうな、まあ問題なんですから。でも何個塗ってみますか。何個うわぁ、どうレベルになった。待ってください、リポーターの私から出た突発な言葉が、まさか治療の。これね、じゃあ武井くん特別になんだけど、特別に何個処方するから。あ、いいんですか。命田守さんからお願いしてほしいです。命田何個が処方されるみたいです。じゃあちょっと何個このバットにちょっと塗ってもらって。バットに塗って、あ、なるほど。これがよく、まあ、タイ式の治療らしいですね。そんな太いんですか。タイのマッサージっていうのは、まあ、本当に、ね、ちょっと荒いところもあるらしいですけど。あ、すごい。さあ、どうなる。気合入れてさあ、気合入れて。しかり力んで、しかり力んで、しかり力んで。ああ、すごい。ああ、すごい。汚い血だ。汚い血だ。すいません、大丈夫ですかこれ。いや、海が出たんですね、これ今ね。海が。大丈夫、大丈夫。これね、汚い血っていうのはやっぱり出した方がいいんですよね、命田さん。なんでここで出すんですか、本当、外になってくださいよ。いや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 。で、まあ、その緊急を用意したという話ですけど。まあ、これでちょっと、今日一日は大丈夫かなと。今日一日は大丈夫。おなこが効いてますからね。あ、よかった。ちょっと、命田さん。電話で出ていいですか、これ。体調としてどうですか今回の。おいや、もう素晴らしいオペで。素晴らしいオペということで、はい、はい、ギャルミさん昇格です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
ギャルミさんの今後の活動期待していきたいと思います。現場からは以上です。ありがとうございました。何の本当ですか。ありがとうございました。ただまあ、たけん今日一日はもうちょっとズボン履かない方がいいかも。うん。そうですね、やっぱ通気性が必要だから。そうですよね。すいません。ありがとうございました。そうそうそう、今日はちょっと一日その姿で。はい。はい。たけんさん。その姿勢の方がまあまあ、あの、はい、尻触れなくていいから。たけんさん、はい、そのままでいい。そのままでいいから。どうぞ。どうですか。抱っこしますか、どうぞ。あ、抱っこ、あ、わかりました、はい、はい、あ、ありがとうございます。じゃあ、皆さん、あの、彼このまま、いいね、レギュまでお送りしますので、その姿勢が一番いいかも、はい、そうですね、お尻一番ちぎるんで、ちょうど尻がいい感じに、じゃあ、ほんと皆さん、今日はありがとう。ありがとうございます。さすがピリボックス病院の、救急隊だ。じゃあ、行きますよ、皆さん。ありがとうございました。ありがとう。いましたね、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、あ、おー、ちょっと皆さん、ちょっとあんま見ないでな、見ないでください。何してるの、何してるの。いや、今、痔の手術して、そうそう、今終わったばっかりです。そうそうそう、そんなところに連れてくるの、そんな患者を。見たくない、見たくないって。おーおー、あ、違う、助けてやるよ。痔の手術見たくない、見たくない、痛い、やばい、やばい、え、ちょっと待って、離れない、離れない、え、私から離れない、ちょっと助けて。なんで、ちょっと痛がってんだろ。ちょっと私から助離れないんだ、助けてくれ。なんだ、離れない、離れないんだ、私から離れない、これ助けて。ちょっと待って、ちょっと助けてくれ。はいはいはい、無理だ、助けて、ちょっと待って、助けて。あ、これはこれ、無理無理無理、助けて、助けられないぞ。助けて、私から離れないんだ。いや、これは私はマジックは使ってないぞ、みんな。これはこれ、なんか聞いてた、ワイマジックは使ってません。マジックか、それすごいマジックだな。すごい、さん、ワイ押せない、子供よ。あ、私が押すか。そう、ワイ、ちょっと待って、合体してじゃん、マジック。おい、どうすればいい、助けてくれ。離れられない、離れられないんだ、子供よ。これは、ちょっと一回すまんな。子供よ、痛い。君も合体しようとするのか、君も合体するのか、私と。こうして、始まった、こうして。おお、ちょっと待って、一体どうなってるんだ、これ。子供よ、どうす、ちょっと、助けてくれ。おお、サーティワンアイスクリームじゃないんだぞ。好きなものをトッピングしてって。おい、勘弁しろよ。助けて、ちょっと助けてくれ、これ離れない。おい、いや、私は病気じゃない。おい、助けてくれ。これ手術じゃないですか、僕たち。ちょっと大丈夫か、ちょっと、おい、話してくれ、とりあえず。君まで合体する必要ないだろ。あ、これでどうだ。あ、いけたかも。ちょっと、ちょっと、なんか、右手がすごいな。おお、いけ、おお、子供よ、子供よ、大丈夫か。すごい、よしよし、子供よ、もうちょ、助けてくれ。僕は離れないんだ、この子は。もう、今日は一日一緒に過ごしたらどうしても離れないんだ。ほら、無理だもん、それ、だってこれは、無理か。ずっと言って、私も仕事がある。ずっと地の守りをすることはできないよ。子供よ、子供よ、ほら、受け取るんだ、君が。行くよ、行くよ。受け取りお願いします。頼むよ、受け取ってください。行くよ。あ、はい、はい、どうしてんだ。おー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、おおおおおちょっと待ってくれ、ちょっと、おい、ちょっと待ってくれ、おい、ちょっと、子供よ、なんかくっついちゃったの、子供よ。助けてください。ハクさん、はい、ボレ、ハクさん、助けてくれ。この人が私から離れてくれないんだ。いやー、それマクドナルドさんが疲れてるってことじゃないですか。よかったな、人気者。疲れてる、疲れてる、どっちだこれ。疲れてる、疲れてる、ラブラブ。だ、疲れてる、疲れてるよ。子供よ、ちょっと助けてくれ。何やってんだ。助けた方がいいですか。ちょっとお願いします、僕も離れ。おお、おお、おお、ちょっと、おお、おお、あ、よしよし、子供よ、子供よ、これで、あ、よし、よし、離れた、よしよし、あ、ありがとう、よかったな。いや、ありがとうございます、本当に。あ、よかった、ありがとうございます。いや、本当だ。